こんにちは、皆さん。今日は日本の地形と海洋の特色に焦点を当てた動画をお届けします。日本の美しい自然環境を深く理解するために、この動画を最後までご覧ください。今回の動画では、日本の平野や海岸、そして日本を取り巻く海の特色について詳しく解説します。特に日本の川と平野の関係や特色を深く探り、世界の川や平野と比較してその違いを明らかにします。本編では以下のような流れで進めていきます。日本の主要な川と平野の紹介、日本の川が作る地形の特色、日本の海岸と海洋の特色、世界の川や平野との比較。それでは早速本編に入っていきましょう。日本の主要な川と平野の紹介。まずは日本の主要な川と平野を紹介します。日本には多くの川があり、それぞれが異なる地形を作り出しています。例えば信濃川は日本最長の川であり、その流域には多くの平野が広がっています。また利根川は関東地方を流れ、関東平野を形成しています。このように日本の川は平野形成に大きな役割を果たしています。 2. 日本の川が作る地形の特色。次に日本の川が作る地形の特色について解説します。日本の川は山地から流れ出て平野を形成することが多く、これが日本特有の地形を作り出しています。また川沿いには多くの町や都市が形成され、人々の生活に深く関わっています。例えば多くの城下町や古都は川沿いに発展してきました。 3. 日本の海岸と海洋の特色。続いて日本の海岸と海洋の特色について見ていきます。日本は四方を海に囲まれており、多くの美しい海岸があります。例えば白浜や鎌倉の海岸は観光地としても知られています。また日本の海洋は温暖な黒潮と寒冷な親潮が交わる地域に位置しており、豊かな海洋生態系を持っています。これにより日本周辺の海は魚介類が豊富で、日本の食文化にも大きく影響を与えています。 4. 世界の川や平野との比較。最後に世界の川や平野と日本のそれとを比較してみましょう。例えばアマゾン川やミシシッピ川といった世界の大河と日本の川を比較すると、その規模や流れる地域の地形の違いが明らかになります。また世界の広大な平野と日本の平野を比較すると、その形成過程や利用方法に違いが見られます。例えばアメリカのグレートプレーンズは広大な農地として利用されていますが、日本の平野は比較的狭く、多くが都市化しています。今回の動画では日本の川や平野、海岸と海洋の特色について詳しく解説しました。日本の自然環境は非常に多様であり、それが日本の文化や歴史にも影響を与えてきました。この動画を通じて日本の自然環境に対する理解が深まったことを願っています。それでは皆さん、今回の動画はここまでです。日本の美しい自然環境について学べたことを嬉しく思います。もし動画が役に立ったと感じたら、ぜひいいねやコメントを残してください。そして、最新の情報を受け取るためにチャンネル登録をお願いします。次回もお楽しみに。さようなら。